ジャック・ローレンス・チョーカーとは、アメリカ合衆国の SF 作家である。1978年までの12年間、メリーランド州のボルチモア公立学区で歴史教師を務めた後に作家に転身した。ワシントンサイエンスフィクション協会に在籍し、さらに、ボルチモアサイエンスフィクション協会を設立した。メリーランド州ボルチモアで生まれ育った。数冊の辞書では、 バージニア州ノーフォーク出身としているが後に否定している。ボルチモアシティカレッジにある高校に通った後、タウソン大学で英語の文学史を取得した。また、大学の学生新聞であるザタワーライトで演劇批評を行っていた。2003年、タウソン大学の卒業生優秀賞、リベラルアーツ部門を受賞した。ジョーンズ・ホプキンス大学では教養学部修士号を取得した。 その後弁護士になろうとしたが、経済的問題で教師の職に就いた。1966年から1978年まで、ボルチモア公立学区で歴史と治理を教えていて、特に、ボルチモアシティカレッジや現存していない、サウスウェスト高校で教壇に立つことが多かった。同時に、スミソニアン学術協会、アメリカ国立衛生研究所などいくつかのカレッジや、大学で主に、 サイエンスフィクションやテクノロジーを担当する講師を務めていた。1958年にワシントンサイエンスフィクション協会に加わり、1963年には二人の友人と共にボルチモアサイエンスフィクション協会を設立した。1965年から2004年まで世界 SF 大会やバーワンに毎回出席した。 また1960年から1971年まで SF アマチュア雑誌ミラージュをファンタジーアマチュアプレス協会と共同で雑誌インタージェクションを1968年から1987年にかけて計15を出版した。またノンフィクションやサイエンスフィクションファンタジーに関する著書を発売するためにミラージュプレスという出版社を設立した。 1978年に結婚し、二人の息子を授かった。エラスティックオーディオや旅行、サイエンスフィクションコンベンション委員会活動を趣味としており、特にフェリーボートが大好きだった。妻の提案で中州にあるミラーズバーグフェリーのロアリングブルで結婚式を挙げた。作品を読むのが好きだった作家には、エリック・フランク・ラッセル、ジェームズ・ホワイト、 フィリップ・ホセ・ファーマーの数作品、レイモンド・ F ・ジョーンズや、ロバート・エイ・ハインラインの初期作品、ジャック・バンスタ・多数と枚挙に、いとまがない。世界 SF 大会には1965年1月から2004年11月まで、出席しており、欠席したのは1回のみだった。チョーカーは、ハミルトン・ブラケット記念賞、スカイラーク賞、ディ・ダラス賞、ザ・ゴールド・メダル・オブ・ザ・ウエスト・コースト、 レビューオブブックスなど名声を高める賞を多数受賞している。また、ジョン・ダブル・ギャンベル記念賞とヒューゴー賞にそれぞれ2回ノミネートされている。また、チョーカーの死後2005年4月9日にサウザン・ファンダム・コンフェデレーションズよりフェニックス賞を授与された。1963年にチョーカーはボルチモア・サイエンス・フィクション協会を設立したが、 アメリカ SF ファンタジー作家協会の会計係も3期、務めた。ミラージュプレスから出版された、ザ・サイエンス・ファンタジー・パブリッシャーズをマーク、オーエングスと共に執筆した。この中小出版社の書誌情報は1992年のヒュゴー賞にノミネートされた。2006年4月8日、ボルチモア・サイエンス・フィクション協会が主催するメリーランド州の若手作家コンテストが、 ジャック・エル・チョーカー・ヤング・ライターズ・コンテストに改名された。彼の最も知られた著作はシリーズ小説ウェル・ワールドと思われるが、他にも多くの小説や短編シリーズを少なくとも旧作品表している。作品の多くに主要キャラクターが物理的な変身をするシーンがある。例としてウェル・ワールドシリーズではウェル・ワールドに移民するとき、 人口の惑星で生息する感覚を持つ数千の種のいずれかに変身している。他の例として、ワンダーランド・ギャンビットシリーズでは、伝統的仏教であるジャータカのような転生をする、話をサイエンスフィクションで描いている。息子のスティーブン・チョーカーが、ワンダーランド・ギャンビットの映画化構造を発表した。チョーカーが死去した時点で未完に終わった小説に、カメレオンがある。また、 カメレオンの続編として、リップソを構想していた。ハリケーン・イーザベルが猛威を振るっていた2003年9月18日、チョーカーは気絶し、病院へ運ばれ、心臓発作と診断された。その後退院したが、心身が衰弱するようになった。2004年12月6日、呼吸不全と検討式障害で、再び病院へ運ばれ、今度は受血性心不全。 帰郷と診断された。既得状態で入院したが、9日に、妖態は安定したが15日まで意識は戻らなかった。さらに数週間後妖態が悪化し、1 0円性意識障害になったため別の病院に移された。そして2005年2月11日にメリーランド州ボルチモアのボンセカウアズにて、腎不全と排血症で死去した。遺骨の一部は、 ルードン公園墓地に埋葬され、残りは香港近くのフェリー場、ハワイ島と中国本土間のフェリー場、ベトナムでのフェリー場で散骨され、最後は2007年の父の日にホワイトフェリーの上で散骨された。2005年12月17日にはハワード・フィリップス・ラブクラフトの墓にも散骨された。ダンスバンド・オン・ザ・タイタニックに収録されている。 短編以外にもチョーカーは他に少なくとも一作品短編を書いている。ありがとうございます。